ていってね。皆さんこんにちは、キリミラチャンネルの吉澤亮です。今日は甘エビで、甘エビ丼を作っていこうかなと思います。で、また今日も、だらだらと何か話しながらやっていこうかなと思っております。とりあえず、食べやすいように、頭を取って、卵と、身を分けていっています。延々ね、この作業なんで、中学生の時にあった話をちょっとしようかなと思って、アイスを食べたいなと思って、セブンティーンアイスってあるじゃないですか。あれを食べようと思って、チョコミント買ったんですよ。そしたら、ドカドカドカってすごい音がして、あれなんだと思って、こう開けて、見たら、チョコミントが4つ出てくるっていうね。で、さらに、他の日なんですけど、喉が渇いて、ポカリスエット買おうと思って、買ったんですよ。じゃあなぜかホット。なぜ？これは高校生時の話なんだけど、セブンイレブンで友達がアルバイトしてて、で、品出しやってんなーなんて思って、声かけようかなと思ったんだけど、なんかただ声かけるだけじゃ面白くないなと思って、ちょうど下段のね品出しやっててしゃがんでたんですよ。だから仮にじゃあ T ちゃんしますけども、T ちゃんって言って蹴っ飛ばした瞬間ブーって言うは全然知らない人で、もう誰か私を殺してくださいみたいな、それ以来そこのイレブンには一度も行っておりません。これも学生時代の話で、心霊スポットに行くのが当時流行っていて、その日も友達といつも行っていたトンネルがあって、で、友達がそういえばトンネルの中でクラクション3回鳴らしてエンジンを切ると何かが起こるんだって、やってみようよって言うから、じゃあやってみようって言って、でトンネルの真ん中辺ぐらいまで車を進めて、でクラクションを3回鳴らしてエンジンを切って、でしばらく経ってもう何にも起きないし、まあもうエンジンかけて帰ろうって言って、でそうだねなんて言ってエンジンをかけたんだけど、かからないって友達が少し焦り始めてて、でまたまたって言いながら、もう一回かけてみなよなんて言って、でもかからないかからないってずっとなんかパニックになってて、でもまたこれふざけてるなーなんて思って、もうそういうのいいからって言いながら、でも全然かからないかからないってずっと言ってて、で、あれこれ本当なのかなと思って、
大きな声で落ち着いてゆっくりもう一回かけてみようって言って、それでもう一度かけたらエンジンがかかって、それでああよかったーって言って、二人でああ本当によかったねーって言って、ふとね運転席側の窓ガラスを見た時に覗き込んでる女性の顔があって、今でもその顔ははっきり覚えています。